さあ、それでは大変長らくお待たせをいたしました。優勝メンバー6人の選手が登場いたします。最終日優勝戦第12レース1号艇は田口哲子選手です。2号艇は池田明美選手です。3号艇へ横西かなえ選手。4号艇は細川優子選手。5号艇は日高伊豆子選手。6号艇は向井美鈴選手です。ステージ勢ぞろいいたしました。ファイナリスト6人の選手に大きな拍手をお願いいたします。座ってください。選手は座っていただいて田口選手の前に進んでください。さあ、それでは、お待たせをいたしました。改めましてご紹介してまいります。優勝戦1号艇は田口哲子選手です。おはようございます。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦は1コースから1着、こう準優勝戦振り返っていただきまして、ご自身ではどのようなレース内容を含めて捉えられていますでしょうか。今日の優勝戦につながるようないい逃げだったと思います。そのあたりはモーター67号機の状態含めてということになりますか。いかがですか。そうですね、ちょっと昨日までは足の状態がどう、いいのか悪いのかあんまりよく分かってなかったんですけど、もう万全だなって昨日確信したので、はい、いいと思います。その状態をレースまでどのように、持っていきたい、そのあたりの思いを話していただけますか。今日もちょっと気候が昨日とは全然変わっているので、また乗ってからペラ調整したいと思います。優勝戦では1号艇での登場になります。コース取りについての覚悟をお話しいただけますか。コース取りについての覚悟、気持ちを、はい、覚悟も何も、もうインコースから、はい、こう深い進入、そのあたりについてはどのような気持ちで。100ぐらいでいきたいと思います。100ぐらい、はい、スタート感については、昨日は1コース11というタイミング、こちらについてはいかがですか。大丈夫だと思います。大丈夫、はい、連覇ということについてはご自身の中で意気込み、意識、そのあたりお話しいただけますか。連覇というよりも、そういう気持ちよりもやっぱり取りたいっていう気持ちの方が、はい、強いです。はい、それではファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、今日は笑って表彰式ができるように頑張りたいと思います。応援してください。はい、田口選手にお話を伺いました。それでは優勝戦です。2号艇池田明美選手です。おはようございます。おはようございます。昨日の準優勝戦1コースから1着、これでこの大会5つ目の勝利となりました。準優勝戦を振り返られまして、49号機の手応えなどお話しいただけますか。はい、エンジンは素晴らしくいいと思います。どの点という伸びに関しては接位置だと思います。あとは昨日何か気になった点などはありましたか。いかがですか。ちょっと止めすぎて重かったですけど、やっぱりいいのはいいです。回転はあまり上がらなかったという。そうですね、ちょっと冷えると見込んでしまったんですけど、その当ては外れたんですけど、足はいいと思います。今日の気象状況を考えられて、そのあたりはいかがですか。とりあえず、ちょっともう少し出足っていうか船の向きを良くしたいので、そこら辺を調整したいなとは思います。はい、昨日は0台07というタイミング、スタートについてはいかがでしたか。やっぱ1本持ってるので、ちょっとずっと抑えてはいるんですけど、優勝戦はきっちりいきたいと思います。2号艇でコース取り含めてどのような作戦考えられていますか。作戦はないです。臨機応変に行きます。臨機応変、はい。ピットマナーについてはいかがですか。大丈夫です。大丈夫です、はい、はい。さあ、それではファンの皆様に
池田選手から意気込みお願いいたします。はい、優勝したいと思います。応援してください。二号艇池田選手にお話を伺いました。三号艇です、横西かなえ選手です。おはようございます。おはようございます。横西選手も昨日の準優勝戦は1コースから1着、はい。振り返られましてやはり、48号機の状態、仕上がり状態、そのあたりからお話を伺いたいんですが、いかがでしょうか。はい、まあ、反応はいいのでいいと思います。反応はいいのでいい、はい。今日はレースまでどのような点を最終チェックポイントとしたいですか。あ、今日はちょっと冷えているので、まあ、プロペラ調整でいきたいと思います。はい。スタートタイミングがコンマ03というタイミングでした。こちらについては、はい、どんなスタート、まあ、月もあるんでいいと思います。はい、今日は3号艇です。コース取り含めて思いをお話ししてください。まあ進入がどうなるかわからないですけど、3コースからは行きたいです。3コースから、はい。横西選手のピット離れについては、まあピット離れでやられることはないので、まあ多分大丈夫だとは思います。女子王座は V4 がかかる一戦になります。こちらについては意識としてはいかがですか。いや、もう3号艇なので気楽に、はい、頑張りたいです。はい、それではファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、自分なりのベストのいいレースができるように頑張ります。応援お願いします。3号艇横西選手にお話を伺いました。それでは4号艇です、細川優子選手です。おはようございます。おはようございます。細川選手は昨日の準優勝戦では3コースから2着という成績、やはり振り返っていただいて75号機の状態からお話してください。乗り心地はすごくいいです、うん。今日はレースまでどのようなことを重点において調整したいですか。そうですね、ちょっとやれることは全部やってみようかなっては考えています、うん。乗り心地の良さというのはやはりキープできればという思いなんでしょうか。乗り心地は多分キープできると思うんですけど、もう少し上積みしたいなって本音があるので。まあ、細川選手といえば秘密兵器のチルトサンド、こちらについては頭にはどのようなことを考えられているんでしょうか。正直なところ今節試運転でも何度か試してるんですけど、全く伸びなくて実際使える状態ではないです。4号艇でそうしますとコース取りも含めてどのようなレースをイメージしていますか。とりあえず枠は主張したいと思います。女子王座決定戦のファイナリスト、この点については思いいかがですか。いや、もうまぐれでここまで来たと思っているんでね、このまま月を生かしたいと思います。はい、レースも期待しております。皆様にメッセージをお願いいたします。よかったら買ってください。応援よろしくお願いします。4号艇細川選手にお話を伺いました。さあ、それでは5号艇日高逸子選手です。おはようございます。日高選手は昨日の準優勝戦では部品交換を行っての登場でした。こちらについての、まあ、理由ですとか、あるいは効果あったかどうか、そのあたりからお願いします。はい、本体分解を1回もやってなくてずっとやりたかったんですけど、整備士さんに止められてまして、まあ、足も勝率の割にはずっと良かったんで、下手に分解して壊したらダメだと思ってたんですけど、もう昨日は勝負の時だったので、もう何もやらないで失敗するよりはやってからの方がいいと思って思い切ってやりました。こう予選道中でリズムが一息というお話も、まあ、少しされていたんですが。そうですね、なんか乗れてないって感じでした。その点については昨日の準優勝戦競り合いなどもありましたが。そうですね、昨日はやっぱりリング交換したおかげで足が良くなってて、あの競り合いに勝てたのが良かったと思います。今日はレースまで最終チェックポイント、どのような調整を考えられていますか。そうですね、もう朝試運転をもうしてきたんですけど、足は悪くなってなかったんで、もうこのまんま行くと思います。スタートタイミングコンマ02、こちらについてはいかがですか。それはもうまぐれですね。本人はもう10ぐらいのつもりで行ってたんで、本当に今フライングしたら、夏の若松の女子王座出れなくなるとこだったんで、本当にフライングしなくて本当に良かったと思います。5号艇でコース取り、ねえ、どうしましょう。はい、ピット離れについては、ピット離れはまあ普通、まあ、みんなと同じぐらいだと思います。今の時点ではどうしましょうという答えになりますか。
そうですね、だから細川さんがチルト3にするんだったらあまり深くなっても持たないだろうし、ね、5コースでも細川さんがまくってくれたら面白い展開もあるし、もう自力で深くなってもいい覚悟でいくか、もう本当になんかすごく迷います。楽しみにしたいと思います、はい、ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、ツイッターやフェイスブックやブログで応援コメントありがとうございました。それからオラレニチナンの皆様、優勝できました。あと一層一生懸命頑張ります。はい、日高選手にお話を伺いました。さあ、それでは6号艇向井美鈴選手の登場でございます。はい、向井選手です。おはようございます。おはようございます。向井選手、昨日の準優勝戦で2マーク刺した時のお気持ちからお願いします。はい、よし。はい。よし、よしと、はい。エンジン状態としては32号機、こちらはどんな感じで走れていたんですか？昨日ですか、うん、昨日は、乗り心地も来て、回ってからも押してくれる感じがありました。その状態、今日はどのように持っていきたい？乗り心地が来たので、もう今日は気温に合わせて調整します。そうすると、いい状態で優勝戦望めそうかなという今の時点でのお気持ち。はい、望めそうです。スタートタイミング、コンマ11でした、はい。まあ、このスタートについてはいかがでした？はい、スタート感はないので上出来です。大外枠になりますが、ここはどんなレースを考えられていますか？はい、とりあえずスタート行かないと何もないので、スタートはとりあえず頑張って日高さんに洗濯機みたいにぐちゃってしてもらってどっかさせればいいなって思います。はい、まあ、はい。ね、あの下関の大会以来の優勝戦進出ということになりました、はい、こちらについてはいかがですか？本当にここまで来れたのが奇跡だと思うぐらいで、はい、今節は上出来だと思ってます。まあ、幸先のいい勝利でオープニング競争を制しまして、そしてファイナリストということになりました、はい、そういった意味でシリーズを通してのリズムというのはご自身ではどのようにお感じだったんでしょう？はい、初日に、1等取れたことで多分いいリズムを引き寄せられたと思います。うん、はい、さあその勢いに乗っての走り期待しております。皆様にメッセージをお願いいたします。はい、1からいっぱい買って100円余ったら買ってください。応援お願いします。はい、6号艇向井選手にお話を伺いました。優勝戦出場選手もう一度順にご紹介してまいります。皆様大きな拍手をお願いいたします。ファイナリスト1号艇は田口節子選手、2号艇は池田明美選手、3号艇横西かなえ選手、4号艇は細川優子選手、5号艇は日高逸子選手、6号艇は向井美鈴選手です。熱戦に期待いたしまして、皆様激励の拍手をもう一度大きな拍手をお願いいたします。それではファイナリスト6人の選手退場となります。選手退場。